皆さんこんにちは。1984年頃からテレビドラマの端役で出演し始め、バラエティ番組や CM などでも活躍し、今や多くの人に愛される俳優の一人となっている寺島進さん。踊る大捜査線シリーズのスピンオフ映画交渉人増田正義で木島丈一郎役を演じ話題を集めました。しかしそんな寺島進さんには逮捕の噂がささやかれたことがあるそうです。なぜ逮捕という噂があるのでしょうか。今回は寺島進さんの逮捕についての噂や岩城浩一さんとの関係、お嫁さんについて紹介していきます。まずは寺島進さんについて少し紹介します。子供の頃はあまり話さない無口な子供だったそうです。江東区立八名川小学校に通う寺島進さんは高学年の頃、菅原文太さんのトラック野郎に憧れ、自分の自転車を改造してデコチャリを作って乗っていたといいます。そして江東区立深川第二中学校に進学した寺島進さんは野球部に所属します。ポジションはセンターで打順は5番。江東区の1年生の大会では見事優勝を飾ったそうです。決勝戦で初ヒットを打ち、相手は後にプロ野球の投手になる源五郎丸博選手だったそうです。試合は延長でも決着がつかず、最終的にはじゃんけんで寺島進さんのチームが勝ちました。勉強は苦手でしたが、図工と体育だけは成績が良く、中学生の時は江東区の美化啓発ポスターで江東区長賞をもらったこともあるそうです。高校は葛飾の高校に進学しています。葛飾の高校は東京都葛飾区にある男女共学の都立高校で、現在の偏差値は46です。高校時代はハンドボール部に所属しています。高校卒業後は俳優養成所の三船芸術学院に入りました。これは親の反対を押し切っての入学だったといいます。寺島進さんが俳優王になろうと思ったきっかけは、高校卒業を迎え進路に悩んでいた頃の昔から世話になっている近所の人の、進むの余興は面白いし目立ちたがり屋だからそういう業界がいいんじゃないという言葉だそうです。そう言われて自分でもそうかもしれないと思いやってみようと思ったそうです。そう思っていた頃、たまたま成城の三船芸術学院のパンフレットを持ってる人がいて、三船学院を知り芸術という言葉に惹かれ入学。入学後自分に向いているかどうかは分からなかったそうですが、養成所時代は必死だったといいます。学費を昼は工事現場で働き、夜は歌舞伎町で水商売のアルバイトをして払っていました。カリキュラムは基礎的な発声、演劇、アクションなどで、特に殺人の授業は面白く、講師の宇人勘蔵さんに弟子入りし入門、 K&U という研究会に入りました。木刀を持った立ち回りの稽古をしたりしてると楽しくて仕方なく、やっと好きな道に行けたと感じたといいます。当時は切られ役やスタントマンとして現場に行くこともありました。寺島進さんは1984年9月の太陽に吠えろの簡易宿泊所にいるその他大勢のチンピラの一人としてドラマに初めて出演しました。この時寺島進さんは20歳でした。映画デビューは1986年10月公開の松田優作監督映画アホーマンス。寺島進さんは3人のヒットマンの一人の役でした。1984年頃からテレビドラマの端役で出演し始め、徐々に役柄も大きくなっていった寺島進さん。1990年代に入ると救命病棟24時やロングバケーションといった大ヒットドラマに出演し、多くの視聴者からの注目を集めるようになりました。その後も半沢直樹や下町ロケットなど数々の話題作に出演しています。またバラエティ番組にも出演し、そのキャラクターから寺島さんとして親しまれています。他にも映画クローズゼロやアウトレイジ、ドラマ花嫁のれ、ST 赤と白の捜査ファイルなどでも活躍しています。そんな寺島進さんは2009年に一般女性であるあゆみさんと結婚し、現在は2人の子宝に恵まれた
幸せな家庭を築いています。嫁のあゆみさんはかつて銀座でホステスとして働いていたといいます。寺島進さんとあゆみさんとの出会いは、寺島進さんが彼女が働くクラブに訪れたことから始まったそうです。当時寺島進さんは46歳、あゆみさんは28歳で、2人の間には18歳の年齢差がありました。あゆみさんが寺島進さんより若いことから、当初はできちゃった婚と噂されたこともあったそうです。2人は現在まで仲良く暮らしており、2010年には女の子、2015年には男の子を出産しています。また寺島進さんはあゆみさんとの年齢差について、自分が精神年齢が低いからあゆみさんと一緒にいると元気になれると語っているそうで、2人は今でもラブラブで良好な夫婦仲のようです。しかしあゆみさんの詳細なプロフィールについては明らかにされておらず、一般女性ということもあり公にはしていないようです。ただし元ホステスだったこともあり、超美人との情報もあったようです。またあゆみさんは寺島進さんに対して注意喚起することがあるそうで、ファンに不愛想な対応をした時にはあゆみさんが注意したというエピソードもあるようです。さて寺島進さんには若い頃に逮捕されたという噂があるようです。また現在も逮捕間近という噂もあります。なぜそんな噂が流れているのでしょうか。実際に逮捕された経歴はなく、逮捕についての明確な情報も出ていません。そもそも知名度の高い俳優の逮捕となると、情報が出回らないということは考えにくいため、デマの可能性が高いとされています。寺島進さんは2018年には恩師であるビートたけしさんの独立騒動で、同年11月末でオフィス北野を退社することを発表しています。このことが寺島進さんの逮捕の噂が出た背景にあるとも言われているようです。また寺島進さんの逮捕に関する噂が流れると、一部のマスコミやネット上ではその背景について様々な憶測が飛び交います。例えば寺島進さんが過去に暴力事件を起こしていたため、そのために逮捕されたのではないかといった説もあります。若い頃には事務所移籍や金銭トラブルの噂によって逮捕されたという噂が流れたこともあったようですが、真偽のほどは定かではありません。他にも一部では逮捕の噂が広まったのは岩城浩一さんのせいだとも言われています。ではなぜ岩城浩一さんのせいで寺島進さんの逮捕の噂が広まったのでしょうか。岩城浩一さんは1951年に東京都中野区で生まれました。彼は俳優、歌手、タレントとして活躍しています。岩城さんは帝京大学に在籍中に芸能活動を始め、1970年にドラマ青空に飛び出せでデビューしました。その後多数のドラマや映画に出演し、1976年には自身が主演した映画鉄夫で第9回日本アカデミー賞主演男優賞を受賞しました。さらに1977年には石川セリとのコンビであるアグネスちゃんとコマーシャル出演時の口癖であったあんたバカが流行語になりました。しかし1980年代後半に覚醒剤取締法違反と銃刀法違反で逮捕されたことで芸能界からの引退を余儀なくされました。寺島進さんと岩城浩一さんの容姿が似ていることは有名です。ツイッターなどでも見分けがつかないという声が多数見受けられます。それぞれのキャリアや経歴に違いがあることは明らかですが、見た目が似ていることで混同されることもあるのでしょう。このことが理由で岩城浩一さんの逮捕が激似である寺島進さんにも逮捕の噂がついて回ったということなのです。岩城浩一さんはその後復帰を果たし、俳優としての活動を再開しました。現在も数多くの作品に出演しています。顔が似すぎていて二人の存在が混同してしまう人が多かったことから、寺島進さんは飛び火を食らったのでした。いかがだったでしょうか。近所の人の一言で俳優の道へ進み、順調にキャリアを積んできた寺島進さん、今では多くの人に愛される俳優となっています。たとえ飛び火でマイナスイメージの噂がついて回ったとしても、それを拭える人柄だからこそ
今でも愛されているのだと思います。これからの寺島進さんの活躍にも期待したいですね。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。